駅構内すぐ近くに、景勝地である、大墓渓谷がある。四国真ん中千年物語は当駅で折り返す。大墓警機は、徳島県三好市西谷山村徳前西に所在する、四国旅客鉄道土産線の駅である。駅番号は D27。土産線における、徳島県内最後の駅となっている。下り方の自駅、土佐岩原との間で、徳島、高知県境を越えるとともに、 全長4179メートルの大ボケトンネルが存在する。同トンネルは1986年3月の予算線短絡ルート開通に伴い犬寄せトンネルが使用開始となるまで四国島内の JR 線における最長のトンネルとなっていた。港内には大ボケの渓谷を眺めることのできる遊歩道がある。その名称からの登り方の自駅、小ボケとともに 大ボケ小ボケと呼び親しまれており、メディアでも時折ネタとして紹介されることがある。また、作家の阿川博之も、大ボケ小ボケというタイトルの書籍を刊行している。すべての特急列車が停車する。または池田駅方面から当駅で折り返す列車も、夕方以降を中心に設定されている。土日祝日を中心に運行されている、観光特急列車。 四国真ん中千年物語も当駅で折り返す。駅無人化を機に地元住民により結成された JR 応募駅活性化協議会が活動しており、清掃、植樹、駅事務室の改装、観光列車の出迎えなどを行っている。三好市や民間宿泊業者の PR 効果もあり、新型コロナウイルス蔓延まで外国人観光客の利用が増加していた。 短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを有する地上駅。駅舎とホームは構内踏切で連絡しているため、一番線に列車が入線すると、その前後は横断できない。島式ホームが1.2番線で、その奥の短式ホームが3番線である。さらに短式ホームの奥は遊歩道に繋がっている。駅舎内にはコインロッカーがあるが、 いずれも大型荷物用のため使用料は1回500円である。トイレは駅構内にはないが駅舎の横に設置されている。かつては平日午前中のみ駅員が配置されていたが2010年10月1日に完全な無人駅となった。ただし、土休日や長期休暇中などの多客機には駅員が派遣されることもある。 駅舎内には観光案内所と自動券売機が設置されており、券売機では近距離及び岡山駅までの乗車券と自由席特急券を発売している。なお、駅の管理は淡池田駅が行っている。観光案内所は駅事務室だったスペースを改装して設けられており、休憩室も兼ねている。駅舎に入ってすぐに観光案内所の出入り口がある。 2011年4月に地元生まれの妖怪粉木じじいが駅長に就任し観光案内所入り口横に木彫りの粉木じじい像が置かれているほか同年7月には芝犬の虎太郎が助役に就任し2013年11月の退任まで毎週日曜日に乗客の出迎えを行っていた3番乗り場に特急列車が入らないことを除いて発着番線は 一定していない。特急列車は原則1番乗り場だが、午前中の一部が2番乗り場から発着する。普通列車は原則2番乗り場だが、一部が1番、ないし3番乗り場から発着する。観光列車、四国真ん中千年物語は2番乗り場から発着する。1日平均乗車人員は、下記の通り。なお、 2014年の利用者は約3万人で、そのうち約1割が外国人であった。吉野川の渓谷が美しい大ボケ、小ボケの南端にあり、平家落ちうどの里やかずら橋のある、伊ヤ経営の入り口でもある。駅前からかずら橋行きのバスが1日に数本出ている。四国交通三好市営バス。ありがとうございます。